ゴルフ道場加藤パーシモン加藤です、えー、今回もですね、えー、ジャンボ尾崎選手の、えー、スイングを見ていきながら、えー、お話をしていきたいと思います。えー、私の、えー、YouTube なんですけれども、45歳から64歳の方がですね55%、25歳から 45, 45歳の方が31%という、えー、感じなんですね。ですから、これを数字を見ても、えー、ジャンボ尾崎選手の方が非常に。 多いというかジャンボ世代の方が多いのかなとまた若いゴルファーの方にもねジャンボ尾崎選手のことをしていただきたくこのようなスイングの解説をしておりますでこのジャンボ尾崎選手なんですけどもう非常に強い時期年間6勝して3週連続優勝とか2週連続優勝っていうのがあった時期のものいわゆる もう絶頂期のジャンボザ選手ですねこの下半身の動きを見てもこの時期が一番ですねあのバランスがいいというかこの右膝のフォローにかける右膝見た時にあれこれ誰かに似てるなと思ってあなんか岡本綾子選手のようなこのしなやかな動きだなっていうのをすごく感じました。これ、ね、他の やっぱりあのーね、ずっと強い時期が続いてましたけどこの時期の動きがあの一番そういうふうなしなやかな動きに見えましたね。えー、これはですね9番アイアンですね。この9番アイアンでもそうですよねダウンからフォローにかけてのこの右足の動きがね岡本や子選手のような動きするんですよね。 でねあのー、45歳から65歳ぐらいの方があのー、よく見てくれてると思うんですけれども最近の支流はどちらかというとま関、あ、係あの,の強い選手なんかもそうなんですけどベタ足っていうのが支流になってるんですけれどもやっぱりあのー、だんだんあの体硬くなってくると捻、ね、転っていうのはきつくなってくるのでこの時期のジャンボ尾崎選手のこの下半身の動きこういうちょっとヒールアップ使ったり。こうか コックダウンスイングでもあのこの右足を送る動きっていうのは、えー、ぜひ取り入れてもらいたいなと思います。やっぱり下半身が止まってしまうとどうしても上半身が強くなります。上半身が出強くなると下半身止まるんですよ。でも下半身が動いていれば上半身の力って抜けてくるんですね。ですからもう下半身頑張って踏ん張る止めるじゃなくてもう動かしちゃっていいんですよ。もう その動きに合わせて上半身くっついてくる腕もクラブもくっついてきて振れるってなるんであんまりねこう踏ん張ってねんてんとかっていうよりかは、えー、この地域のジャンボゾヒ選手のように、えー、右左というような動きがね、えー、一番あの結局体に負担かからないしあのー。 体使えて打てるんで距離も落ちないんですよねこういうライン出しのショットなんかもね練習してほしいですねがっつりがっつり振るんじゃなくて番手一つ上げてちょっとコンパクトに振ってライン出してくみたいな打ち方重要ですねで結構ねこれなんか最後右足に立って見てたんですけどこれ明治のタフでもなんでもないですよ全然悪い動きじゃないこれ このほろする岡本妙子さんみたいなこの右膝の動きなんですよ。これはね確か PS で80ヤードとか85ヤードぐらいをコントロールして打ってるショットだと思うんですけどうんこういう小さい動きでもねちゃんと下半身こうやって動くじゃないですかこのぐらいのコントロールショットだと下半身止まって上半身でガツンと打ちに行く人非常に多いんです。 で最後脱力してもこうやって腕がスーッと降りてきてここからここから見ててくださいここからクラブがストーンと降りて両腕がストーンと下下がりますこれここまで真似しちゃいましょうよこれはちょっと低く抑えめに打ってる感じですよねこれなんかは逆に バックスイングに対してフォロースルーがちょっと小さいんですけれども別に下半身が止まってるわけではないんですよねむしろ下半身で打っていると、まあ、下半身で打っていると言っても別にこう腰を鋭く回すとかそういうことじゃなくて右に右に乗る左に乗るっていう動きなんですよね別にそんなにこう強く早く回すっていう動きではないんですよね一体ですからね はい、こういうショットの練習も必要ですよねスコアメイクにはコントロールショットフルショットばかりでは上手くなれませんコントロールショット重要ですねはいこの次はあれこれ何えな はい、乗ってきましたちょっとこのスローはカットするの忘れてましたねちょっと短くなっちゃいましたうんンカ冠をえまあ花道もあって別にまあ上げなきゃいけないっていう状況じゃないんでまあちょっと抑えめにライン出してるんですねこれねこれは今度花道からのアプローチですね バックスイングに対してフォローの方が大きいです。もう本当に右手でポーンと放り投げるようなイメージのアプローチですよね。もうイメージあの本当に一言で言うと右手で放り投げるイメージですね。放り投げる時は後ろより前の方が大きくなるじゃないですか。だからこれが自然な動きなんですよ。で上半身もスッと前に行く。うん。フォローの方が高い。これね。あのー、全然しゃくってるわけ。でも何でもないですよ。 ここれれ見てこれ打った後のこの右手の人差し指これいいっすよ皆さんも明日ちょっと練習でこれ練習しよう右手人差し指ピーンと打ったあと左手でカラブを持って右手の人差し指伸びてるこれこのアプローチをねまず練習するといいと思いますよあのー手で放るようなイメージですよねうん でその動きに合わせてちゃんと体もついていくと。はいとい,ったかという感じで、えー、今回もちょっと駆け足になってしまいましたが、えー、じゃあ、尾崎選手のショット、えー、ドライバーショット、えー、アイアンショット最後アプローチまで,ですね、えー、見ていただきました。えー、今の、えー 活躍している選手と違うのはあんまりこう下半身を止めてこう捻転、ね、でっていう感じじゃないっていうところをぜひですねえ中高年の皆さんあの参考にしていただきたいまた、えー、若いゴルファーの方もですね、えー、このジャンボ尾崎選手のスイングからいいところを学んでもらって今、私が解説したような部分をです、ね、参考に、えー、していただければなと思います。えー またこれからもこのようなスイング解説していきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録といいねの方をよろしくお願いします。それではパーシモン加藤でした。ありがとうございました。